会長購入者もう一度送ります。6歳と3歳の母です。全職場でパニック障害になり、環境を変えてパートをしています。今のところ楽しいのですが、症状が落ち着いてきてあるので、カウンセリングさんと相談して、スキルアップのため、ゆっくり就活することにしました。今までバイト、パートしかしたことがなくて、少しワクワクですが、不安もあります。応援のメッセージください。うん。あのね、俺こういうことも本当に人に言ったことがないんですよ。テレやで。うん。 そうね。ワクワクしてるならいいじゃん。うん。なんか新しい環境に入るときに、なんだろう、飛び込んでいった方がいいと思うんだよね。うん。なんかもじもじしているよりも、なんだろう、本当は自分はこんなじゃないのに、ものすごく明るく振る舞ってみたりしちゃうチャンスじゃない もしかしたら自分を変えるチャンスじゃないのかな俺なんか小学校5年生から6年生の時に引っ越しした時にさ、引っ越しってやじゃんなんか自分一人か何人だけ前に出されて黒板に名前書かされてさ、なんか自己紹介みたいのされる時にさ、めちゃくちゃ自覚、でかく名前書いて、俺ってそんなに、なんだろう、わーわーうるさいやつじゃなかったのに、わーわーうるさいふりをしたんだよね。 その時からわーわうるさくなりましたね。ど <laughs>。あの、どっちかって言ったら、恥ずかしがり屋で、引っ込み思案というか、なんだろう、うレん、照れ屋だったんだ。うん。それをその時、その、なんだろう、その環境の変化を利用して自分の性格を少し変えてみたんだ。うん。だから、なんかそういうことできるチャンスだと思うから、そういうことをしたらいいんじゃないかなって思いますよ。